なんやったらカチカチ邪魔してる人いるでしょ、これ。うわー、地獄。ボクサメイク宿舎前。よし、理想的。いいボタン。はい、終わりです。スケ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 ペタペタイ。はい、はい、はい。パッパッパラッポーみたいな。パッパラッパラバラバピー。パッパラバルビルビアンルビオバマリル。世代によってわからねえって。もう世代がね。今、あの反応せえへんかったやつがおっさんやな。宿舎前。直して直してください。ああ、これ死にそう。誰か死ぬ、誰か死ぬわ、誰か死にます。誰か死にます。もうダメだ、絶対誰か死ぬ。なんやったらカチカチ邪魔してる人いるでしょ、これ。いや、うわー、地獄。まさ早めです。ゲームは誰よりも早くボタン押しに行ってますが、誰もいませんでした。右、多分右側で停電直してくれた方って誰ですか。多分ね、停電周りですね。あ、今停電直したのは僕です。あ、なるほどなるほど。昇降機右で直しました。はい、ミーティングに死ぬほど人がいたんだよね。だ、最後なんですよ、4人ね。いや、結構前からいるよ、ケンさん。本当ですか。ゲンテラゾーピカクロスまで、あ、ゲンピカクロスがまず最速で行ってて、ケンさんが最初、次ピカクロス、その後テラゾーさんで、最後、カキさんなんだけど、カキさんだけはね、多分ね、急容疑としては絶対上がってくる。あ、まあ、最後だからね。あ、バイタル情報があります。ね、はい。アベレージが20秒ぐらい前。もう見たときに20秒ぐらいから前から見て、はい、20秒前でも死んでて、アベレージさん最終目撃キッチンです。で、ハイブリが、ハイブリさんが15秒前で、マシャカリさんが2秒前ぐらいです。え、すいません、しょぼすけさん、それずっとその間診察にいたってことですか。あ、そうです、ずっと見てました。いや、怪しいな、これは。なんか、停電も直さずに、そのデッドがつくのをずっと見守ってたってことですか。OK。情報あります。はい、停電になって、ちょっとしたタイミングぐらいで、弁当を見てます。エンジンの弁当が開いていて、メインから来る柿さんと一緒に並走していたから。うん、アプテさんなの。あれ僕ですよ。柿さんが一回切り返したでしょ。うん。いや、そう、誰かおるって思って、確認しようと思ったら消えてたから。あれが僕、エンジンのところにいたのが僕で、ベントがそこで開いてるんですよね。うんうん、で、その時にハイブリさんがおそらくコックピットで死んでます。で、うんうん、そう、結構左下にいた、だから左下の方に死体が集中してるような印象。はあ。だから、しょぼすけさんとかはバイトル見てたって言ってたけど、まあ怪しい、うん。左下だったら僕、右下に分けたことができなくない？いやいや、まあ。右下に証明がそもそも取れない。それを証明されてないから。あと、ミーティングは誰でしたっけ、ごめんなさい。ケンテラゾーピカクロス最後カキ、はい、うん、でも少なくともカキさんは弁当には入ってないから、僕してんの、その、カキさんかな。いや、マジで僕じゃない。待って、ダウちゃん、バイトの情報言う意味なくないですか。いや、ショボさん、待ってなんでカキでしょっていうか、いいのかな。いや、俺だって、マジで、あ、結構詰めたな。あ、カキです、すいません、カキです。カキなんだ。じゃあ、違います、僕がカキです。お、いや、それ、あ、それ偽装なんで、僕がカキです。どういうことだ。分からん。とりあえず地獄ということは分かった。テラドーさんが上がっていったんで、ちょっとテラドーさんは白と信じよう。停電か。
わあ。埋めた。あら、うわ、厳選死んでる。赤目た展望で停電直してます。うわ、浮いてる。あ、うん、多分だけど、源さんが展望を向かって停電直しに行ってるだろうなという動きをしてるのをエンジンで確認してるので、うん、おそらく赤目田さんがキルしてるのかなってちょっと思ってます、今。あー、そうなんです。確か、うん、まあ、エンジンぐらいでピカさんとはすれ違って、僕先武器庫行っちゃって、そっか、源さんは見てないんで、なんともです。メイヤーって言います。自分シェリフ。メイヤーです。ピカクロスメイヤーです。ピカさんメイヤー？クロムが今回無理で、うん。隠しろだったのがテラゾーピカクロスでしょうね。まあ、あとゲンさんもね。あ、ゲンさんね。で、僕視点で、カキさんってあんまり容疑者っぽくなかったです、さっきの。うん、はい。だから、赤目田さん釣りは丸い、割と。インポスターなの？あのね、そうなんだよね。テラゾーさんが上上がってるのも確認してるんで、私。はい、ミーティングいますね。なんだろ、ボタン任せて停電直しに行ってるんですよ、私。ミーティングの3枚が、死んだゲンさんとピカクロさんとテラゾーさんがほぼ隠しろって感じですもんね。まあ、いたんで。で、うん、最後に来たカキさんは容疑があるみたいな感じ、ね。容疑が、まあ、ワンチャンあるけど、うん、あ、でも、メインからプテさんが見てるから。例えば3人死亡してたから、カ、う、キ、ん、さんがまあそのうちの1人だったとしても、赤目田さんは黒いと思います。そうですね、僕もさっきのターン、最後はアーカイブから昇降機右のはしごちょっと手前ぐらいでフィニッシュなんで。あ、ごめんなさい、クロムってなんだっけ、さっき。メイヤーつながった。違う、柿。じゃあ、クロム、うん、あ、クロム、柿か。なんか言いたくなかったんですけど、さっきの3キラが起きたターンは、俺ずっとメインの左上の宝箱のある部屋にずーっといて、いや、ショボさんに柿で対抗出るのは新柿っぽい。それメリットないから。新柿っぽいな。偽柿のとこ。なんか、あのタイミングじゃないと無理かなと思って。あのタイミングじゃないと次のメイヤーピカさん。メイヤーピカさんね。あ、メイヤーいるんだ。くそはい、はい、よナイスキップ入れと言ってください。皆さんでお願いします。はい、もう一人人外柿さんだと思うんで、柿さんも次にしてください。お願いします。お願いします。多分柿さんだと思います。終わらなかったらマジで柿さん、シナバモロトモ柿さんです。柿さんに柿さんしてください。ディッシュ引きずりとしました。柿対応したから新柿って何？柿がおもろいな。柿さんに柿対応って何？面白いな。柿がわからん。開始してまだ5分しか経ってないんですけど、濃いですね。早いんですよ、キルが。早いね。うん、早い。新柿おもろいな。これでも、これでも柿ゲームきついんじゃないか？そうね。もう絶対インポスター協力してくれないから。そうですね、はい、裏切ったしね。もう裏切ったもん。ナバモロト平気で裏切るからの人、リアル賭けだからな。終わったよ。シェリフ、ナイスシェリフ、シェリフ、ナイスシェリフ、ナイスシェリフ。俺は黒川クロムを殺すことしか考えてなかったのに、俺が追加勝利条件抜けされると思ったんだ。そういうことだったんだ、そういうことだったんだ。なるほどね。明確な殺意禁じたわ。なんで柿を勝たせないと死なんだ、おかしいな。なんか身がつくからでしょ、だってマジで真剣な議論中のプテさんの、いや柿さんに柿対応を対抗は新柿だわって意味が分かんない。前回全員爆笑してましたから柿祭りでしたね。新柿おもろかったな。な流れがすごかったの。俺柿です、あ、いや、うん、俺がカウントの柿ですって言ってるんじゃん。なんだこの村はと思った。いやいな、今の試合そう、ショボさんが柿に見えたもんで、柿が柿に見えたって言うなよ。はい、いや、今の試合5分で終わりました。ありがとうございました、皆さん。動画ができる。オープニングとエンディングつけて頑張って動画してください。頑張ります。